3、2、1、スタート。平成28年秋、ドローンレース大会ドローンインパクトチャレンジ福島県南相馬市が開催され、およそ2000人が来場しました。目玉は新規争奪戦、地域の伝統行事相馬野馬追にちなむ世界初の試みです。Flycatch was very hard, but lots of fun. With your eyes, it's hard to see, so it's just a great experience. 無人航空機ドローンをはじめ、福島県ではロボット開発が今注目を集めています。ロボットを通じて福島の復興を、福島の新たな挑戦です。こんにちは。最先端のロボットが集結するロボットフェスタ福島2016が郡山市で行われ、およそ7200人の来場者でにぎわいました。会場には最新ロボットとの触れ合いコーナーのほか、県内の学生によるロボット競技大会の実演など、さまざまなブースが並びます。他にも災害対応や廃炉作業に関するロボット、大学研究機関による出展など、ロボットの最先端技術や研究成果が一堂に。福島県が研究開発を支援しているロボットもその一つです。今後の成長が期待される新産業の振興などを、産業復興の原動力に、その一翼を担うのがロボット産業です。目指すはロボット産業革命の地、福島。今福島でロボット産業革命の地福島に向けてですね、ロボット関連産業の推進を進めているところです。福島県にロボットテストフィールドという施設を整備しております。陸海空のロボットの実証試験であったり、操縦訓練などを行う国内随一の施設として整備してまいりたいと考えております。この施設は2020年に開催されるロボットの国際競技大会ワールドロボットサミットの会場の一つにも選ばれました。またテストフィールド敷地内に、研究者や企業などがロボットに関する最先端の共同研究を行う国際産学官共同利用施設を整備します。テストフィールドが設置される福島県浜通り地方には、福島浜通りロボット実証区域も設置されています。ロボットの実証試験の場を提供します。さまざまなロボットの開発研究拠点の整備が浜通りで進められています。また普及啓発として、ロボットに親しむイベントの開催や技術開発支援など、さまざまな施策を通じてロボット関連産業を集積、世界最先端の開発拠点、ロボット産業革命の地福島への挑戦を続けます。今後、ロボットといえば福島と言ってもらえることで、いろんな方々が福島に集まってきていただいて、そういったことで震災からの町おこしということで、賑わいを見せていくのではないかなというふうに思っております。